じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ぼくくんもそろそろ虫虫たくさん捕まえて昆虫博士になれる頃かな。じゃあもっともっと珍しい昆虫を捕まえたくなったら、今の本棚にある昆虫図鑑、これをしっかり読んで虫が住んでるところを見つけて待ち伏せするといいよ。わかったよ。今の昆虫図鑑だね。ボクくんってどんな昆虫でもへっちゃらなのかな。うん、クモとゴキブリ以外はだいたい大丈夫だよ。そうなんだ。じゃあおばちゃんと同じだね。うん、あとはどんな虫でも手足をもいだり分解して気持ちが悪くなったことはないよ。そういうへっちゃらか。ボク君、例のでっかい毛針完成したよ。うわー、おじちゃん、どうもありがとう。ボク君、タコを完成したよ。おじちゃん、ありがとう。じゃあ、目標はとりあえずこのうちの庭から見えるくらいに、そのタコを高く高くお空にあげること。うん、おじちゃん、任しといて。僕、頑張るよ。ユリギャラーが流行った後って無理やり曲げられた後のある先割りスプーンがたくさんなかった。うちの学校なんか先生まで念力の練習してたんだよ。
よいしょっと。どのくらいの樹齢なんだろうか。この国の巨木は私と青空の間にそびえ立ち、日差しの中で静かに、そして心地よく小杖を揺らしていた。その時、小さな小さな私はこの大きな国の大きな気持ちが知りたくなって、ちょっとだけ背伸びをしてみた。いるかな。やった。なんかいるかな。何もいない。
んかいるかな。何もいない。Thank you.
ばちゃんだ。ボクくん、こんにちは。おばちゃん、写真撮ってたの？うん、たこ揚げするボクくんの姿を撮ってたんだよ。なんだ。じゃ、記念撮影。おじちゃんが好きなのは？は？じゃあ、先に帰ってるからね。の、いるかな。何もいない。なんかいるかな。何もいないや。なんかいるかな。何もいないや。なんかいるかな。何も、なんかいるかな。やった。なんかいるかな。やった。なんかいるかな。何もない。なんかいるかな。何もいないや。いるかな。何も、なんかいるかな。何も、なんかいるかな。何も、なんかいるかな。何もいない。なんかいるかな。何も、なんかいるかな。何も、なんかいるかな。何も、なんかいるかな。何もいないや。Thank you.
はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日もなかなか夏らしいいい形の雲が出てたね。あのね、ちょっと小耳に挟んだんだけど、イワシ雲ってイワシの形してるの？え？あ、それはね。だったらドーナツやソフトクリーム雲もあるのかな。あんみつは？ワッフル。じゃあ僕はクロワッサン。それなら二人で新しい雲の形を探しに風の岬まで行っといで。新しい雲？風の岬で？最新型の雲。でも風の岬までは遠いから気をつけてね。できるだけ寄り道しないで行くのよ。今日の晩ご飯はお刺身、煮ひじき、天ぷらと純和風で揃えてみました。僕くん、最近釣りの調子はどうだい？特にヤマメは早め早めに合わせるといいんだよ。あの魚は餌が偽物だってことを一瞬で判断して吐き出すんだ。だからまだ針を加える前に合わせちゃうぐらいでちょうどいいんだって。あれ、今日って13日の金曜日だ。でもここは日本だから関係ないのよ。
あれ？今日って13日の金曜日だ。なんだ、八幡屋の特売セール終わっちゃったな。遠くに麓の鷺の里村が見えた。